はい、皆さんこんにちは。あなたの本当の声を引き出すボイスコーチ、ひろよです。さて、最近はですね、本当にライブばっかりしていました。まあライブの方が簡単っていうか、編集しないからね。そういう部分もあってですね、ついついねライブばっかりしてしまったんですけれども、今日はですね、もうめちゃくちゃ久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりでですね、もう忘れられているかもしれないと思うんですけど、歌のコツについてね、ちょっとお話ししていきたいなと思っております。どんなことかっていうとですね、表現力のある歌い方はどうやってやるかということのね、一つ、これだけやれば全てではないけど、これはかなりな割合でですね、表現力あるねとか、なんか感情こもってるねとかっていう風にですね、お友達とか他の方からも言われるというね、とっておきの蔵出しのコツをね、お伝えしようと思っております。さてでですね、まずちょっとお話なんですけど、表現力があるとね思う場合とか、感情がこもっているという思う場合ですね、どういう風にその人が歌っているかということをね、ちょっとまず頭の中で考えて整理していこうと思います。歌っている人が表現、なんていうかな、感情を込めるという風に考えると思うんですよ。だから感情を込めて歌いましょうってね、よくこう市販のね、こう市販の譜面置いてあるんですけど、とかの部分に、こうなんかアドバイス部分に書いてあるんですけど、それはです。感情を込めて歌ってはいけません。というのはね、感情がこもってしまうと、やりすぎになるからなんです。それはね、ちょっと思ってほしいんですけど、例えばおじさんじゃなくてもいいんだけど、カラオケボックスで歌っている若者でもいいんだけど、こうすごくこう感情こもって気持ちよく歌っているというのを聞いた時にですね、おー、この人感情込めて歌ってる、感情こっちグッときたみたいなことになるかどうか考えていただきたいんですよ。一般論的ですよ、いろいろなパターンあると思うんですけど、そうじゃないですよね。なんか弾いちゃうなみたいになるじゃないですか。ここポイントなんですよ。だから感情がこもってるねとか、表現力があるなというのはですね、他人から言われることなわけです、ね、自分で表現力があるなっていうことを言うことはないんですよ、表現力をつけたいとかはあるにしてもね。で、その他人から言われる時のことは、やってる側は結構かなりほとんど冷静です、冷静にならないとコントロールできないからなんですよ。まあ要するに、言ってしまうと、感情がこもっているような表現、歌を歌っている人たちというのはですね、ものすごくコントロールができているということです。はい、ここポイントです。ですから感情が入ってしまうと、まあ例えば泣いちゃうとコントロールできないじゃないですか、声とかもね、実際問題として何もコントロールできない状態になるわけですよ、感情っていうものが前に出ると。なので、感情こもっているねとか、表現力あるねとかいうふうに言われたい場合は、自分の感情は捨てでですね、コントロール、声のコントロールであればとかいろいろありますけれど、をきちっと行っていくという、まずね、マインドに入らないといけないということをね、忘れないでほしいんです、ただですね、ここでポイントです。本当に気持ちよく発散のために歌いたいと思うのであれば、うまいねとか感情表現があるねとかっていう風に言われたいという気持ちは捨てましょう。両方は無理です、発散のためだったらば、人が弾いたとしてもですね、っていうか人前で歌わない方がいいってことなんだけど、人からしてよって感じなんですけど、それはコントロールということを考えたらね、もうなんか発散っていうところの逆に行ってしまうパターンが多いので無理です。はい、これ2択ということでね、まず選んでいただきたいなと思います。そしてね、次のビデオでもう一回この続きを喋ろうと思うんですけど、次のビデオではですね、この2択の
発散型でない人から感情なんていうの、感情がこもってるねとか、まあいい言葉ですね、称賛の言葉をですね言われたいと思っている人が見てほしいと思っています。だから次のビデオは、うん、そうでない人はもう俺は発散のために歌ってんだ、たまたまこのビデオを見つけちゃったよっていう人はですね、次のビデオ見なくて結構です。 OK でしょうか。はい。でね、こんなこと話しててさ何の役に立つんだろうっていう風なコメントが来ないとも限らないので言っておきます。来てもいいです。もうねボロクソ言ってるコメントとかも見てるので、でまあもうそれに対抗するの嫌になってしまったのであまりコメントをお返ししてなくて申し訳ないなと思ってるんですけど、まあそういったね批判的なコメントがあるだろうということを予測しとくんですけど、本当にこの冷静にコントロールをして歌うということがほとんどの人はできてないから、褒めてもらいたいなと心の中で思っていてもそういう言葉が得られないということがあるんだってことをですね、本当に気づくべきですという、大きな声で言わなくていいんだけど本当にそうなのよ。やっぱりさ人前で歌うからにはさいいねって言われたいもの、それはもうね止められない感情ですよ。ですからそうなるためにはコントロールの効いた状態にならないとダメなのよということはね、もう念じていただきたいと思います。そしてプロになりたいとかね思う人はですね、もうこれマストです。プロはそうだから、マストマストです。でもそしたらねつまんないんじゃないのって思うかもしれません。そんなことありません。コントロールできて人から称賛されるだけじゃなくてコントロールできてちゃんと歌えたらね絶対気持ちいいから、もう絶対気持ちいいんですよ。おーやったーって感じになるんですよ。それでいいではないですか。歌い終わった後うわーって感じ、まあスポーツのね例えばフィギュアスケートやり終わった時にあーってね、もうこうなんていうの、こう氷の上にこうやったーってやっている姿を何度も見てるでしょうテレビで、ああいうことになるんです。でもですよ、コントロールきちっとしていく、これ本当に忘れないでくださいねということを念を押してですね、次のビデオでは本当に実践的なお話をしていきたいなと思います。まあ本当に久しぶりで申し訳ないと思いながらね、いろんなことをやっています。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、いろんなことをやっていますが、私は常にですね私のベスト、私が今まで人生の中で知ってきた全てを常に何かやるときにはやっているということだけはね今日は伝えておきたい。何やってんのこの人と思うかもしれません。恋に関する全てのことをですね解決していきたいんです。自分自身もそしてあなたの方もですねと思っておりますので、あここ気になるな、ここいいなと思うところはねぜひともつかみ取っていただきたいと思います。まずはすごい気に入っていただいた、方はですねチャンネル登録をしてください。もうね、今日の時点で 24,000人ははるかに超えているという登録者数で本当にありがたく思っております。本当に嬉しいです。皆様の声あっての私ですので、そしてさらにもっとディープな情報を知りたい、いやこれはいろんなディープな側面があります。マインド的なね、今見たいたメンタル的なディープな側面もあるし、実際にお役に立つセミナーとかワークショップとか教材とかそういうねお話も実際にしていきます、していますですね、行くんじゃなくてしています。なのでまあもうそこまでちゃんと自分に向き合っていきたいと思う方はですね、下にメルマガの登録フォームを貼ってありますので、ぜひともメルマガに登録してください。本当に私は声を通して、人生を変えたいと思っている一人でございますのでね、共感していただけたらいいねもね嬉しいです。それでは次のビデオでは、表現力をアップするためのコツをお伝えしたいと思います。それではまた。